何度もや最後の仕事。プレートが落下し、困っている人々がスラムの各所にいます。死んだビルに乗り込んでしまうと何でもやる仕事ができなくなります。死んだビルに乗り込む方法を探しながら、できるだけ多くの人を助けてあげましょう。困ってる人がいたら、できるだけ助けてあげたいな。何も、ないもんね。死んだビルに入るあれ。てか、イベントマーク一つもついてないな。え全部もう繋がったってことこれ。スラムの各所にいますってあったもんね。下に行けって、これ何これ何ですか情報収集。クソ、何これクソ遠いけど。あー。あれ、キリエちゃんどこ行ったの？あ、どっか行った。5ギルあげようかなと思ったのに。あ、あるある。あ、これ先生、あの、ミツバチで、ね、ミツバチの館で働いてる先生。結構スタイルいいんすよ。あ、もう、あの件については触れないんだ。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？またそういうやつ。子供たちの特徴はこれ、うん、カットしましたけど、ここで子供たち、結局そう、ただのお使いクエストなんですよ。はい、そうします。まあ一個一個動画にしていこっか、せっかくだし。消えた子供たち、うわ、なんか不穏な不穏なタイトル。もう歩きながら見つけていくしかないんやよね、クエスト。いろんなとこに、そう、全スラムに行けってことやよね。チャドリー。クラウドさん、研究へのさらなるご協力。なんか達成したっけ？してない。してないのか。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。はい。ちょっと前にリバヤさん倒したっきりやもんね。じゃあ、子供たち探しに行こっか。頑張れ。あ、クラウド、いいところに。これもまた新しくなってるとか。クラッシュボックスを無視。マジっけ。これは戦うための訓練なの。これもカットしたやつですね。子供だって自分の身は自分で守らなきゃいけないでしょ。せっかくだから。箱相手じゃ物足りなくて。動画にしとく。モンスターだと。モンスター。できちゃうかも。バカなことは考えない方がいい。箱以外にもモンスター出るようになったってこと？みんなクラウドよりすっごい記録出してる。マジで子供が？お説教はそれを抜いてからにして。煽るね。一発やっとく？うん、スコア出てないから。ろくなもんくれんな。トランスポーターってなんだ？一番、うん、三万のやつだけは、あれかもね。何かわからんし。もん、どんなんだっけ？とにかく、ブレイバーとかそう使えるのよ。あ、そう、ゲージ、そう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 。ゲージ貯めれるから、どっちだっけ？カメラカメラ。溜まったから、フレーバー硬いよね。いやー、1500の結構周りにあるな。いや、すごい遅い気がする。向こう全然壊れてないし。あー、なんかあの攻撃の方が強いのか。あー、なんかそうでもないな。ブレーコード、ちょっと待って、カメラカメラ。これにやった、いや全然違う気がするけど。あ、なんかすごい、なんか露出、あ、最悪。ちびちび殴った。あ、勝った。え、こんな硬かったっけ。うわ、全然、うわ、やばい。1番もいいか。ちょっと待って待って、勝ったこれ。これんな難しかったっけ、あれ。
マジけー。うわ、全然やったな。もうやめちゃうんだ。うわー、これ3万骨折れるな。前回もっとサクス、なんやろ、ああいうスコア高い箱結構奥の方にあったはずなんやけど。あー、練習するか。お、あれ、サム、あ、クラウドさんですよね。あ、違う、サムじゃない。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。うん、凄腕の元ソルジャーの何でもやる。あ、もしかしてチョコも乗れる、これ。そこでご相談なんですが、うちのチョコたちを探してもらえないでしょうか。チョコボ探し。プレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。お使い系が多そうやね。それは大変だな。わかった。え、全域探せってことやよね。ありがとうございます。お、見つけた。これを食べさせてください。逃げたのは3羽。ああ、名前はカカロロ。モモです。カカロロモ。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。なにこれ。あ、ファストトラベルだ。わ、そんだけ移動できるってことやもんね。チョコボグルマが使えるようになりました。チョコボグルマに乗ると目的地へ手早く移動できるようになります。クエスト、チョコボを探せて、チョコを見つけて、チョコボグルマの行き先が増え、見つけないと増えないのか。チョコボグルマ使うときは、チョコボストップの時刻表を調べるか、スタッフと話しましょう。今？お金かかんの？あ、でも今これだけ移動できてることやね。うーわ。めんどくせえことが一気に増えるな。5番街だけでこれやもんね、すでに。ああ？またクエスト？医者かな？あ、持ち医者。エアリスのボディーガードだろ。めっちゃいいイメージやもんね。急ぎで薬草探しを頼みたいんだが。薬草探しってエアリスの家に生えとるやつ。7番街の事故で薬を使い教会に生えとるやったっけ？まだまだ必要なんだが材料が足りない。必要なもの。7番街のことならやるしかないね。薬の材料を揃えてくれるのか。町のためにぜひ頼む。またお使いだ。必要な材料と道具だ。どうやってみんのそれ。秘伝の薬。そういや、患者が地下施設で備品を揃えてたな。地下施設ってなんだって。一番やべえやつやっけ。え、どうやってみるの、そのあれ、アイテム、大事なもの、ここにありそう。あったわ。モーグリのすり鉢。モーグリからに、は？モーグリでどこにいんの？ベヒーモスの角へ。特攻の花。エアリスから入手。え、じゃあエアリスいない時点でもう終わってない？積んでないこれ。今すぐできないクエストもあんのか。うわぁ、マジでやばいな。どうしよう、これから。はぁ、またクエスト。なんだこれ、汽車？何でもやさ、あ、いいところにいつやらのやつだ。どうもどうも。これもクエスト、カットしたね。ものでして、うん、何が新聞だ。シンラの宣伝ばっかじゃ。今回はバレっておるから、ただ、だからこそ厳しさの情報もありまして、ほう。うさんくさそう。デマ、実はですね、デマかせのデマ。シンラの某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、タークスか？その財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。え、これってさ、その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。そう、初めてこいつと会った時のクエストが、そう、スラムエンジェルの下りで、5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません？まあ、ねえこともねえな。釣れた。でも時間もねえ、
興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますね。あの奥の広場やね。懲りてないのか。いやね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ。盗まれた鍵を取り返したら財宝。これはスラムエンジェルのとこ行ってこいってことか。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。いや、どうせあの人でしょう。何か分かったらちょこっと情報をいただければ。多分あの人でしょう。何か分かったら絶対に教えてください。え、この先じゃなかった。ここやった気がする。スラムの共同墓地。いや、あ、なんだ、なんだ。あ、なんか平気でハイポーション出るようになったね。明らかにモヤモヤしとるし、あのイベントマークもついとるし。開けれるのかこれ。開く。あ、麦だ。え、これって2つのクエストを噛んでない？椅子はさらんでいっか。どうしたん？あ、クラウド。なんか呪われてない？大丈夫？こいつが迷子か。こいつとか。これが迷子とか。いきなり何？いやいや、先生探してんのよ。ああ。一人なのか。面白いだ。周りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。みんないてんの？そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えて。いや、やばいやんそれ。え、また幽霊の下り？何これ、このモヤモヤ。人玉的な？これ、この声がしてみんな消えたんだ。いやいやいや、大人呼ば、ゴースト、ファントム。ちょっとティファですね、ティファですね。新しいやつだ。どっか行ってない？どっか行ってない？消えるなぁ。せっかく見破りしたんだ。また消えた。あ？出た。はい。ファントム。初めて戦うね。あ、非弱点だ。風体コースのアシュトも、あ、これあれやね、レポートが敵の技でシュートゲイラーアビリティ。そう、目線が下に行ってしまったけど、取り替わったものにいたずらしたり危害を加えるが、その動機は明らかになっていない。リフレクをデバリアで解除すると。ほー、あれなんか持っとったっけ。あれバレットに戻してなかったっけ。俺の見せ場だ。封じる系のやつ持ってないね。行けんだろ。さあ行くよ。でもあれ敵の技。いや、行くか。でもこの辺ってどうやろう、一回しか戦えないとかあるんかな。あ、うぜえな、消えるから。入るか。生体に絡むっとるけど。当ててくれ。あ、結構食らっとる。え、何の？何のモーションもないような感じしてる。うそ！ここで仕掛ける。そんなにしてないな。じゃあ、どうしよう。ラピッドチェーンでも。あ、キャンセルされた。なんか間違った、復活させないって。これはバレてる。今がチャンスだ。やってやる。全然硬いな。何これ。レイズでティファ。エバルには早いぞ。なんでこんな厄介だ。あっと、普通に乗り、あ、クラウドすぐ溜まるね今回。ゆうぜ、だって敵出てないとき厄介やな。
使いながらしっかりラピッドチェーンを頼られちゃうな。ド根性入れて、あ、え、ちょっと待って、何あれ、なんか死ぬやん。待ってました。片っぽ倒したいね。いけんだろ。下がっていい。なんか中心カバーした。レイブにしてあ、すごい削れる。このブレイバーがいいか。あ、いい感じ。もう一発。あ、いける、倒せる。よし、よっしゃ。頼られちゃうな。で、あとはあれ、そっちはどうだ。なんか痛いな。バレットで、あ、リジェネとかいいんじゃない。ちょ、敵の技、え、セットしないっけ。外したな。え、これ一箇所全部変わる？どうなんだろう。でも敵の技取りこぼしたらさ、でもまだ取れるでしょ。あ、オーバードライブ。あ、消えた。消える。あ、消える。出番だよ。俺が出る。すぐ消える。あれ？また消えた。連携しよう。俺の見せ場だ。頑張るね。お、やっと戦法か。終わる。邪魔だ。なんとか止まってくれるから。マシだ。オッケー。じゃあ、あ、リミットいける。クライマーサーズ。これ終わったやろ。今も黙ったわ。サマーソルト。はい。一気に決まりました。で、みんな帰ってくる？おお。え、マジで悠々しき時代でしょこんな。みんな。え、下手したらとんでもないのだったぞこれ。クラウドさんもいる。あ、いつものやつら。なんでこんなとこに来たんだよ。ここ、ドリームハウスにいるこの親がたくさん眠ってるんだ。だから様子が気になってた。あ、もう孤児なのか。とにかく納得した。速攻納得したな、バレット。また世話になっちゃったな。俺たち。こいつはいいリーダーなるな、麦。先生が心配だからね。クラウドさん。時間。さっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。時間でストップとか。いいじゃないか。時間か。あ、てかヘイストとかもある、もしかして。多分そうやよね。歩き間に、いやー5000って結構やな。舐めとったけど。毒ってなんか結局使わんよな。あ、封じれもいる。あ、でも育てたやつがいっぱいありすぎる。歩きマニアもなんかじゃんけど持たされたし。うわ、ヘイスト強くない。え、もう FF のバフといえばもうヘイストでしょ。え、これ範囲化してさ、え、一気に強くなるよ。でしょう。じゃあ、よし、こんなもんかな。いや、最近知りました、この全員のやつ一発で出せるやつ。ここで R1 みたいですね。あー、育てて、マテリアがいっぱいありすぎる、本当に。え、てか、記者の、下りを、あれまた別、あー、こっちか。いろんな広場あるんですよね。うん、じゃあの広場行ってみようか。あ、チョコボール、こんなとこにいてんのか。野菜持ってきたぞ。うわ、オベートルかわいい。はっ、一回一回こんななる。助けるときに戻りました。頼む。頼られちゃうな。次は大ダメージのやつ。風持ってきたんで。ニアブルして。どうせ風、え？風じゃない。
5番がスライムに生息する飛翔生物、飛び回り魔法を操る魔法も好奇心旺盛で装飾品など光るものを集める習性がある。闇をまとってる間は魔法研修が連続性魔法攻撃の技術がグラビデを映像している間に一定ダメージを与えると解除、魔法吸収モードが続くのでしばらく間バーストしやすいな。行こう、くせえ、気をつけてね、とかくるしな、落ち着いていけんじゃん、おう任せてやらんぜ、受けてやる、そうやね、もういつもの、これからのバース、あ、てか新しい武器手に入ってた、あ、グラビデなっとる、明らかにいけるか、これ解除できるか、大丈夫、全然結構あれやけど、あ、でもなんかすごいなっとるグラビデ状態、いや、これあれだな、やばそうな気がする、これ多分バースできる、いや、なんか赤くなってきた、赤くなってきた、よし、切り替えて、諦めないから、え、みんな食らってんのこれ、一旦下がるね、ちょ、みんなすげえ食らっとる、トキスピア、あー、新しいやつ、任せていいかな、ちょっと待って、戦い方がすげえ下手になってる、これもうさ、あ、もう待ってる、あ、だいぶ、あ、一気にいったわ、悪い、次はもっとクエストエネミー、うん、私こそ、あー、なんか久しぶりにこの感じだね、真っ赤っかなった、あー、なるほどね、ちょっと待ってね、今回復するから、赤くなってんのよ、あとはバレットか、え、ヒットポイント多いな、ちょっと待ってね、よし、戻せ、これでリサール上げたら帰っていくと、うん、あ、そんな目の前に置くの嬉しそう、これで1体目か、うん、名前何だったんだろう、結構なんかサクサク消化できるね、あ、で、この上がこれじゃないの、鍵必要なの、明らかに豪華な箱置いてあるしね、誰かおるね、あ、やっぱりあの、うん、このおばちゃん、この人がそれでしょう、間違いなく、おや、何でもや、ミレイユさん、今日は友達と一緒かい、まあまあおばあちゃんやね、この白髪の感じ、クラウドとはまあ雪吊りの関係だね、後ろ光っとんね、何をしている、多分あんたと同じさ、コルネオの財宝目当てだろ、絶対この人やって、ふんふんふん、私は町の噂が大好物でね、情報通なんですよ、噂を確かめに来たんだけど、いや、たまたま俺にしても、ここにはないよ、絶対この人がスラムエンジェルが横取りしたんなら、もう配っちまったんだろう、そうかもね、でももう一つ噂があるんだね、え、あんたたち、仮にだよ、もし財宝が手に入ったら何に使う、何に使う、物資だな、スラムの生活を立て直すためには物が必要だ、財宝ってその金で物資を調達、あの場所で復興したいよね、住むんならまた、スラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ、はあ、詳しいことはキリエから聞き、またあの子、若いのになかなかの情報通だしましまの靴下を履いて、なかなか情報業界激しいな、大きな帽子をかぶった子さ、ああ、さっき見たわ、さあねえ、若い娘を追いかけるのは大変さ、また全部の町のどこかにおるってこと、キリエはしましまの靴下に、これを、あ、メモ、はあ、
とアイテム、大事なもの。メモ、これか。なんでもこれの財宝がある場所。え、すごい丁寧に。5番街スラム、スチールマウンテン、地下下水道、9、まあ、全部ちゃんと行けるようになってんのか、これ。陥没道路、崩落トンネル、この辺りを探してみてね。それじゃ購入料、スラムエンジェル。なんかこの、見るんだねっていう感じがもう、ね、このミレイユさんの、言い回しというか、そんな感じがする。はぁ、長いな、これ。ただ、シンナに、シンナビルで行けるあれもないしね。もう淡々とこなすしかないもんな。お、ジョニーおる。しかもこいつもクエストかよ。どうしたこいつ。まだなんかあったんか。なんか、なんかあったっぽいな。またか。どうしたん？兄貴。だったんだ。よかった。クラウドさんから兄貴になってる。兄貴。ああ。降りてお願いがあるんですけど。すげえ弟ができた。何やった？実は俺いろいろあって町から出ることにしたんです。ウォールマーケットから？そしたら全財産を釣られちまったんですよ。もう元から釣られてそうな格好しとるからな。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。え、この助けてくださいよ兄貴。泥棒を捕まえてこいってこと？犯人の特徴は、兄貴。バレットが気まずそう。犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で帽子をかぶってて、え、あいつじゃね。そうだ、キリエやったっけ。キリエかね。どっちに行った？あいつ泥棒の教会の方は。あいつ情報屋じゃねえの。ちょっとお休憩したいな。この先か。あ、ある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 。教会の方、まあ取りこぼしたあれマテリアもあるし、やっといけんのか。いや、あの時気づいた時絶望したけど、言うてでもこのタイミングじゃないとトレンとかあるんかな。さすがに電車は来ないか。でもなんか車掌さんおるね。運転再開の目処が立たず、当面運休の見込みです。動きがあり次第お知らせします。え、このヒゲ面のおっさんがこんな声喋っとんが。思ったより声若えな。あー、でもこっちに行けってことやもんね。あー、おるおるおる、普通に歩いておる。え、おい泥棒、金返せや、ジョニーの。あ、で、そう、武器いろいろいじりました。今マテリアとうとう6個までついちゃいましたね。で、そう、ティファも6個いっちゃいましたね。で、バレットがそう、これが、あれやったんですね。近接用の武器。うん。あ、これは買うときに言ったか。うん、つけちゃいました。で、追っかけろと。え、マスケーター教会よね。結構距離あるな。まあでも、敵出んね。お、チョコボもおる。あ、なんか、なんだかなんか繋がってんのかな？なんか一個受けたらクエストが次のクエストに繋がってって、なんかすごいリレー形式でやってますよね、さっきから。これ、もうまだ、これ終わってないよね。あ？これも綺麗に繋がってんのか。で、ギサールの野菜。うわ、めちゃめちゃ怯えとる。これでも食ってくれ。まだ敵出るんかな？赤株。さっき出たから、今回も。あ、出ないの？すげえうなずいとった。すごい細かいうなずきをしとったね。納得したっぽい。あ、ここに来るだけでも全部塗られたんだ。あ、教会行けるね。教会、教会。
てか、キリアちゃんマジ何なのあいつ。てか、こんなとこまで迎え来てくれるの？すごいな、ファーストパス。あ、しかも、右側のチョコボのびっくりマークってもう、最後の一匹ってこと？ぽいな。あ、案外、簡単に進んでいくね。俺、花見てやがる。なんしてん。あ、二つある。え？これ何？これなんだ？うん。特攻の花？あ、これがエアリスの花ってこと？あ、直接もらうわけじゃないんだ、エアリスに。めっちゃびっくりさせてやろうか。あ、ケンフレン。もう明らかにバレとるけど。後ろ振り向いたぞ。私何もしてませんから、人違い。こいつなんなん？キリエだな。